はい。ええはじめまして。えモノノシクレールズアプリケーションをこちらモノチクへ移行しているノットの事例というタイトルで発表させていただきます。よろしくお願いします。はじめに自己紹介をします。えー、島本と言います。えー、ツイッターなどでは、えー、シー島本というアカウントを使っています。えレールズ歴は7年くらいです。え今はノートに所属をしていて、え主に決済部分の担当を行っています。えまた、 パックワークによるシステム分割も行っていて、今日はその話をしていきたいと思っています。はい。で、今日の話ということで、大きく2つのパートに分けて進めていきたいと思います。前半部分ではパックワークについて基本的な紹介を進めていきます。後半部分ではノートの導入事例をご紹介いたします。はい。まずパックワークについてです。パックワークとは、ショピアハイが開発したジェムになります。 えーまあ、このジェムを導入すると、レ、えールズ内にパッケージと呼ばれるファイルグループを作ることができるようになります。えー、こちらのジェムは大きなコードベースを小さく見せて開発効率を高めるとい、えー、った目的のために開発されましたで。パッケージというのは何かというと、えー、機能的な境界というイメージを持っていただければいいかなと思います。えー、機能ごとにアップやリブなどを作っていくイメージです。えー、右にディレクトリ構造を載せています。 レールズルートの直下にパッケージ図というディレクトリを作成して、その中にファイナンスやセキュリティなど各種パッケージを配置していきます。設定ファイル、パッケージ .yml というものがあって、それを配置したディレクトリがパッケージとなります。イメージは下の図のような感じです。パッケージ協会のための2つの強制事項ということで、ディレクトリを単純に分けただけでは影響範囲を限定することはできません。 そこでパックワークは2つの事柄を性的解析で強制することで論理的な境界線を作るということを行っています。パッケージ間の依存関係とアクセスコントロールです。それぞれ説明をしていきます。1つ目の強制事項、パッケージ間の依存関係です。パッケージ .yml という設定ファイルに Enforce Dependencies Through という一行を追加してあげると 別パッケージの参照が違反とみなされるようになります。こちらの設定は基本的にツルーにしておくのがいいかなと思っています。で、これをツルーにしている状態で別パッケージを参照したい場合は依存関係を明記する必要があります。具体的な例を挙げて見ていきたいと思います。ファイナンスとセキュリティという2つのパッケージがあるとします。 でこちらのコードは、ファイナンスパッケージのペイメントモデルから、アフタークレイトのコールバックで、セキュリティパッケージのクラスを利用していると、そういったコードになっています。えー、こちらのコードは、別パッケージであるセキュリティパッケージを参照しているので、違反となります。はい。で、このようにですね、この設定を使うことで、パッケージの影響範囲っていうのを限定することができます。えー、もう一つ例を挙げます。 今度は逆にセキ,ュリティセキュリティパッケージからファイナンスパッケージのクラスを利用しているような例になります。これも同様に違反になるんですが、セキュリティパッケージは、まあ、特性上ですね、アプリケーションを横断的に監視する機能なので、他パッケージへの依存を許可したいものだとします。そういったパッケージに関しては、えー、設定ファイルに依存関係を明記してあげることで違反を解消することができます。 で、これで違反は解消されるんですが、一つ問題があって、えー、ファイナンスパッケージの全てのクラスを利用できてしまうということになってしまいます。これは影響範囲という意味で言うと、あまり好ましくありません。で、この影響範囲をさらに絞っていくために、二つ目の機能を使います。アクセスコントロールというものです。こちらも、えー、同様にですね、パッケージ .yml に EnforcePrivacyThrue という一行を追加してあげます。 そうすることで、App Public 以外の全てのクラスが非公開となります。イメージは右下のような図です。外部のパッケージから見ることができるのが App Public だけになると言ったものです。こちらも例を挙げて見ていきます。先ほどのセキュリティとファイナンスの例の続きで考えていきます。先ほどファイナンスパッケージの全てのクラスが見えるという問題がありました。 ですので、えー、ファイナンスパッケージに対してですね、えー、このアクセスコントロールというものを有効にしてあげます。ファイナンスパッケージ側のパッケージ a m l に EnforcePrivacyTrue という、えー、一行を追加します。まあ、そうすると、AppPublic しか見えなくなるので、その中に、えー、公開クラスを配置してあげると。まあ、こうすることによって、えー、最初の問題であった全てのクラスが見えてしまうという、えー、ものは解消されます。 はい。で、以上がパックワークの機能になります。次に運用で使うコマンドを紹介します。3つのコマンドを使って運用していきます。1つ目がバリデートコマンドです。これは設定ファイルの正しさなどをチェックするコマンドです。で、2つ目がチェックコマンドです。これは依存関係、アクセスコントロールのチェックを行うもので、まさにパックワークの静的解析を行うためのコマンドです。はい。で、3つ目がアップデートディプリケーションズというコマンドです。 これは違反リストを自動生成するコマンドです。ルボコップの、ルボコップトゥードヤムルのようなファイルが生成されます。こちらの違反リストに入っているものは指摘の対象外となります。で、えーまあ、それぞれのコマンドをどういうふうに使,使,っ,てう使っていくかという表になります。えーまあ、ちょっと4つのフェーズについてはここではちょっと時間がないので説明は割愛します。 でバリデートコマンドとチェックコマンドっていうのはえ常に CI で実行していくとえいいと思います。で、違反リストを作成する update duplications コマンドについては、まあ、適宜手動で実行して違反リストを更新して、まあ、違反リストをコミットしていくといった感じで使っていきます。うん。はい。で、違反リストの紹介です。すでに述べましたがえ、ルボコップトゥードゥヤムルのようなものです。 こちらの YAML に入っている指摘はですね、違反か、違反はですね、指摘の対象外となります。こちらのリストをゼロにしていくことが最終的な目標になっていきます。はい。で、最後に注意点を2つ紹介します。1つ目がツワイトベルグが前提となっているといった点です。ツワイトベルグは無効でもパックワークを使うことはできるのですが、ツワイトベルグの 規約に反する定数っていうのは違反検知され、されません。で、二つ目の注意点は定数ベースの静的解析である点です。え定数ベースなのでえ、引数で別パッケージのオブジェクトを受け取って何か処理とかしていたとしてもえ違反検知はされません。<laughs> はい。で、えー、以上でパ、えー、ックワークの基本的な説明を終わりますえ。後半部分は絵ノートの導入事例を紹介していきます。 まずパックワーク導入のきっかけですが、えーまあ、大規模化に伴う開発効率の低下っていうのが、えー、ノートでも起こっていました。でそこで工業種粗結合を意識した構成に変えていく必要がありましたで。その方法をいくつか模索している中で、パックワークというのも候補に上がっていたんですが、まあ、最終的な導入の決め手になったのはこちらで紹介している書籍の影響が大きかったかなと思っています。 こちらの Gradual Modularization for Real and Rails という書籍はパックワークの k の使い方とかを紹介している本で非常にわかりやすく書かれています。で、この本を読んでパックワークの理解を深めてそのパックワークの特徴っていうものがドメイン分割の最初のステップとして適,適していると判断して導入を決定しました。 はい。で、現在のノートのディレクトリー構成についてご紹介します。現在はですね、左のように、Rails ル,ルート直下にパッケージ図というディレクトリを作成して、その配下に各パッケージを配置しています。現在では9つのパッケージが切り出されているといった形です。で、各パッケージの中身は、えー、右側のようになっております。 ノートでは、アップ以外にも、コンフィグやリビアスペックなど、関連するファイプルはべてパッケージの中に含めるようにしています。はい。続いてパッケージ化の手順について、ちょっと参考程度に載せています。ちょっとここで紹介する時間がないので、詳細は割愛させていただきます。はい。えー、次に、パックワークの導入時に追加した設定の紹介です。 基本的には各ツールのパスに新しく作ったディレクトリパッケージ図っていうものを追加するだけで動くと思います。ノートでは以下5つの設定を追加しました。上から順にですね、オートロードパス、レイクファイル、アプリケーションコントローラーのビューの読み込み設定、サークル c i ファクトリーボットといった形です。具体的なコードはスライドに載せてあるので、 もしパックワークの導入を検討される方がいらっしゃれば、参考にしていただけるといいかなと思います。はい。ではパックワークのメリットについて紹介していきます。一つ目は、段階的に分割を進めることができる点です。マイクロサービスのように、完全に動く状態で切り出す必要はなくて、段階的にファイルを移動することができます。まあ、そういった特徴があるので、 通常開発をしながら少しずつパッケージ化を進めることができます。コンフリクトも避けやすいと思います。こちらは実際のパッケージ化のプルリクエストのキャプチャーになります。ファイナンスパッケージを作る際にですね、まずはレイクファイルを移動する、次にコントローラーを移動するなど、複数に分けて移動を行っていきました。<laughs> 次のメリットは簡単にやり直しができる点です。 えー、パッケージ化の最初の作業っていうのは単純なファイル移動なので簡単にやり直しすることができます。えー、そのためパッケージ化の流動であったりパッケージに含める要素など、えー、試行錯誤しながら進めることができます。はい。えー、続いては、えー、リポジトリ内の構成要素依存関係が把握しやすくなるといったメリットです。えー、巨大なリポジトリ内が、まあ、どのような構成要素から成り立っていて それらがどう依存しているかっていうのが把握しやすくなります。そのため、コードの修正範囲や影響範囲っていうのも確認しやすくなると思います。また、新しいメンバーの認知負荷が軽減したといった声も社内から上がっています。えー、こちらの図はですね、実際のノートのパッケージを表した図になります。矢印が依存関係を示しています。えー、まだまだ、えー まあ、循環依存や相互依存っていうのは残っているんですが、まあ、全体としての見通しっていうのは、まあ、すごく良くなったかなというふうに感じています。で最後のメリットは、リファクタリングの促進効果とえいった点です。えー、違反リストがあの非常に便利だなというふうに感じています。えー、違反リストの中身を見ることで、依存の度合いっていうのがある程度把握することができます。 また、えーまあ、違反を見ていくことで、他のクラスに移動した方がいいメソッドや、えー、責務を分割した方がいいクラスなど、まあ、そういうのが見つかったりします。<laughs> 最後は少し角度が違うのですが、えー、各パッケージ配下というのは担当チームを必ずつけるようにしていて、えー、パッケージ配下は裁量を持たせています。そのため、えー、コーディングルールなどの意思決定が、えーまあ、スムーズにできるようになったと。 いった声が社内から上がっています。はい。えー、で、デメリットを一つだけ紹介しておきます。一般的な Rails のディレクトリ構造ではなくなるので、社内での周知っていうのをしっかり行う必要があるかなと思います。はい。えー、最後に今後の課題について紹介したいと思います。えー ちょっとこれまで紹介をしてきたんですけど、えー、まだ全体の2割程度しかパッケージができていないという現状にあります。理由としましては、パックワークによって進み,やすさ進みやすさであったり、試行錯誤のしやすさっていうのはサポートしてもらっているものの、ドメイン協会の検証であったり、紐付けるチームの調整などは、まあ、マイクロサービスを同じように時間がかかってしまうからです。 で、また、パッケージが完了しているものについても、違反リストがまだまだ残っている状態です。違反解消の方針についてもまだ議論している部分があるので、ここも引き続きやっていかないといけない部分です。最後にまとめです。ドメイン分割を進めるにあたって、パックワークの特徴がノートには適していました。で今のところノートでは多くのメリットを感じていて、 デメリットはさほど感じていないといった状況です。パックワークを導入したことで、導入目的であった工業種、素結合なシステムの実現というのは、まあ、少しずつではあるんですが、着実に前に進めているかなというふうに感じています。しかしながら、課題もまだまだ多くて、まだまだ先は長いので、今後も継続して続けていきたいというふうに考えております。はい。えー、以上で発表を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 最後に、会社の宣伝を少しさせてください。We are hiring ということでサーバーサイドエンジニアを積極採用中です。ノートは本日オンラインブースも出しているので、今日の発表であったり、ノートに関して興味を持っていただける方がいたら、ぜひ立ち寄っていただけると嬉しいです。はい、以上になります。ありがとうございました。